はい、今日はこのメルセデス GLS のフォーマジックに乗って奥多摩方面にですね、望遠鏡を積み込んでちょっと天体観測に行ってみたいと思っています。GLE に乗った時になんかこう船みたいって言ったんですけども、こっちが船ですね、あちらがクルーズだったらこっちは巡洋艦かな、もう海原を行くという感じで、なんだろうな、こういろんなものをねこう大きく乗り越えて飲み込んでいくっていう感じのね、乗り心地なんですよね。柔らかいといえば柔らかいけども、重々しいといえば重々しいですね、あるいは魔法の絨毯、マジックカーペットライドなんて言いますけど、そういう感じ、何か目の前にこう道路にカーペットが敷かれていて、そこの上走っていくっていうような、ちょっとまた次元の違う乗り心地ですね。重さがね効いてると思うんですよね。このやっぱり重量感というか、まさに重量ですね、これがこの乗り心地、乗り味にこう寄与してるんで、これはねもっと車格の小さい車でこういう乗り味を作ろうと思ってもできないですね。この大きさ質量があるからこそできる乗り心地だと思います。3リッター直6のねディーゼルエンジンを積んでるわけですけども、パワーはね330馬力ですが、まあ、パワーというよりは700ニュートンメーターのトルクが注目すべきでしょうね。こうアクセルを一瞬踏むとこう行くぞって一息ためてからグーンって行くような、せかせかしたところがないし、そういう運転は似合わないですし、まさに、陸の王者。ダートというかね、林道に入ってきちゃいましたけど、かなり道幅狭いです。もうこの GLS だともう本当に道幅いっぱい、車幅いっぱいって感じなんですけども、まあただね、その道幅を除けばこれぐらいの悪路、まあガタガタ道は全く不安がないですね。あと結構やっぱりこの車体の周りもモニターがあるんで、こうね、なんかどっかにすりそうとか、そういう風ななったら警告で教えてくれるんで、こういう今音がないピーピー鳴らない間はちゃんと周りのクリアランスがあるっていうことなんでね、そこは結構信頼を持って、なんていうかな、こうセンサーがねちゃんと教えてくれるんで、そこは安心できますね。すごいですね、こういうダートロードに入ったらですね、ちゃんとモードが、オートマチックにオフロードモードをね選んでくれてますね。今日はメルセデスの GLS で奥多摩の方に来たんですけども、ね、この今渓谷沿いにかなり細い、林道をですね抜けて、やってきました。ちょっとこの車にはねかなりタイトでしたけども、それでもしっかりね林道を、走ってくれましたので、これからね奥多摩の、奥多摩湖を目指したいと思います。
はい、目的地である奥多摩湖に到着しましたが、いやこの風景すごいですね。なんかもうちょっと水墨画のようなんですけども、ここはね東京都っていうのがちょっと信じられないんですが、今日はここまで来る道すがらでもうなんかね東京の自然に圧倒されてしまってね、東京にもまだまだこんなねドライブでね見どころたくさんあるんだなと、思いました。やっぱり内装のね、カラーとかそのレザーの質感とか、そういうところが至るところがラグジュアリーなんですけど、乗っていてすげえ高級なものに乗ってるというよりは最高の道具を操ってるっていう感じの方が強いですかね。やっぱり当然ですけど自由だなと、その途中でどのように行こうが自分次第だし、そういう意味ではね思ったより楽しい。まさに一人で誰にも気兼ねなく好きなことをできる空間ごとこう移動して楽しめるっていう意味では、一人ドライブはすごい楽しいかなと思いますね。天体観測ってやったことがなくて、少年の頃からのこう夢ではあったんですね。少年漫画のこう、ね、表裏表紙のところにここがあってですね、だから一度やってみたいなと思ったことなんで。あ、見えた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 。